ともかく設計図を修正するように。それじゃあ私は現場に行くから。やれやれ。あのね。はい、ケイ、お茶が入ったよ。うん、ありがとう。はい、ザイストクッション。あんたらには負けるよ。ばっかやってると肩が凝るな。苦しゅうない苦しゅうない。スバル、お茶のおかわりが欲しいな。はい、ただいま。みんな調子はどう？って、君たち何してるの？望遠鏡の図面をね。作成中です。なるほど。ケイ、何かな。この望遠鏡は三脚つけなくていいの？さすがに本体が大きすぎるからね。だから天文台に固定するタイプにすることにした。あ、知ってる知ってる。ドブソニアンって言うんだよね。よく知ってるね。おほう、ちょっと見直したよ。それは大丈夫。方法がないわけじゃないから。手間はかかるけど、そこは肉体労働担当のあんたや亮太に頑張ってもらえばいいわけだし。まあそこら辺はおいおい説明するよ。昨日は男性陣に作ってもらったからね。お昼は女子で作ろうか。というか、俺たちじゃ3食カレーだぞ。よし、それじゃあみんな作りなさい。食事作りも部活の一環だからね。私は見守ってるから。りっちゃんずるい。ずるくない、ずるくない。北斗さんが戦力になるとも思えませんし。戦力ならば私それはすごいですよ。じゃあ僕とスバルとソラちゃんってことか。スルーするよくない。はい、お前はこっち。あれ、ゴム足りない。私、料理得意だよ。伊達に喫茶店で働いていません。それじゃあやろうか。何を作ろうかな。
チェン、セリの手料理食いたかったぜ。大丈夫、今度2人の時にね。皆さん、できましたよ。いい匂いだね。さて、どんなものができたやら。ものもあるが、料理には自信があるのです。いつもやってるからね、僕も。お料理ぐらいたしなみよう。秘密当ててみな。なんとなく想像はつくわね。それじゃ食事にするか。いただきます。うん、いけるぞ。おいしい。みんな上手だね。ほんと、うまいな。あれはあれで美味しかったよ。確かに、言うならば横綱と回しぐらいの差だ。こたつを出そう。あ、いいですね。寒い時はあれが一番だ。ともき、ついておいで。私に力仕事をさせるつもり？
ぼやぼやするな。本当はこっちがお前たちの部屋のつもりだったんだが。嘘だよ。ほらな、こたつは最高じゃないか。殿下は先輩、似合いますね。猫みたいですよ。そうか。ちょっとソラチ、足入れすぎ。おしみさんこそスペース取りすぎです。何急に。変態。ともちゃん、やらしい。えい、追い出してやれ。ゴムたい、変態。先輩の采配だろうね。まあ僕たちにとってはありがたいけどね。じゃあパーツの寄り分けするよ。あ、見て見て、望遠鏡星人。くだらない遊びを。ん？スバル、ちょっとそのアイピース見せて。うん。これはナーグラー式？こんな高級品が。あ、よく見ればこっちのユニットは。うわあ、ごめんごめん。それじゃあこれから僕の言う通りに。仕分け終わったね。とりあえず天文台で使いそうなのはこれくらいかな。僕の分。ずるーい、あたしも。自分のものは自分で集めようね。意地悪だ。いいもん、あたしだって必要な部品ぐらい自分で見つけられるもん。ともちゃんは欲しくないの？自分だけの望遠鏡。そらちゃんもさ、いちいちこんなパーツのリストまでは作ってないだろうから、ちょっとくらい大丈夫だよ。よし、みんな集まったわね。
部長、そろそろ教えてください。一体何の話ですか？大事な話というのは他でもない。今日の作業はここまでにする。え、それだけなんですか？もっとすごいこと言われるのかと。それなら外で言ってもよかったじゃないですか。もう部長、紛らわしいですよ。というわけで、私が夕食を作る。かぐや先輩が料理を？正気ですか？もちろん。当たり前だ。失礼ながら割と意外。お前たちにできて私にできないはずがあるか。台所に立ったこともないくせに。この人は他に労働力があるのに自分で動くわけがないでしょう。とにかくそういうことだ。私が知るわけないだろう。それじゃあみんな、楽しみに待っていなさい。とりあえず、覚悟は決めておきましょう。拍子抜けしちゃうね。どう？綺麗でしょ？こんな特技があったんですか。ちょいっと海外を歩き回ってた頃にね、いろいろとやり方を教わったのよ。すごいですね。なんかドキドキしてきました。ほっとけほっとけ。さあお食べなさい。いただきます。どうだ？うまいか？なんだ、言葉を失うほどうまいのか？どれどれ、私も食べてみよう。なんじゃこりゃ！シェフを呼べ！そうだった！大体何なんですかこれは。薬膳よ。漢方をベースに、さらに南国のメディシンマンから教わった天然の精力増強剤と、中央アジアの…これ以上のレシピは知らない方がいいと思う。メディシンマンって何ですか？わかりやすく言えば、部族のまじないし。
そんな怪しげなものを料理に使うな。怪しげとか言うな。たく、体に良くて美味しいものをできる限り混ぜ合わせたのに。混ぜればいいってもんじゃないと思います。仕事で疲れたお前たちに元気になってほしいというありがたい心遣いが分からんのか。心云々より食べられるものを作りやがれ。失礼な、何度もあるぞ。前回の料理が、あれは確か、そう、2001年の、料理というのは奥が深い。こんな人を放っておいて、ちゃんとした食事をしましょう。ほら、残す気か？別に毒になるものは入ってないぞ。じゃあ、部長は全部食べるんですか？誰が食うか。でもよ、おかずはどうするわけ？今から作り直すの？こういうものがありますです。確かに白ご飯はあるから、それで済ませちゃおっか。わびしい夕食ね。誰の部屋？どこで間違ったのかな。そうだ、明日も私が。そういえばなんだスバル、いきなり大声出して。私もうすぐ誕生日なんですよ。いつ？そう、私はともちゃんを追っかけて生まれたんだよね。何ですかそれ。ロマンチックでしょ。偶然って言葉知ってます？まあでも、それじゃあ東雲も近いんだね。ちなみに私は空の日に生まれたから空と名付けられたのです。知らないんですか？9月20日ですよ。へえ、じゃあ僕と近いんだね。そうなんですか。僕は9月の24日だから。ちなみに先輩は？私？確か今で言うなら7月7日よ。今で言うならって何ですか？いろいろあるのよ。12月25日。今決めた。誕生日というのは他人が決めるものではないです。いいじゃない、わからないんだから。12月25日。ほら、気に入ってるじゃないか。それじゃあパーティーをしてやろう。お前とスバルの誕生パーティー。え？本当に？うん、よし、決めた。それいいですね。そうですね、楽しそうです。異論はないようだな。
しいよね、ともちゃん。よかったね、東雲くん、星見さん。さて、どういう思考になるかな。